リマの聖ローザはカトリック教会の聖人。ペルー生まれのアメリカ大陸発の聖人である。祝日は8月23日。死シシトニ庭氏の守護聖人。インド、ラテンアメリカ、ペルー、フィリピンの守護聖人。1995年よりペルーの200ヌエボソル紙幣に肖像が使用されている。ローザはペルーの首都リマで生まれた。本名は イサベルフローレスデオリバ。裕福な家の出身で、父ガスパルはスペイン軍兵士。母マリアは、インカとスペインの血を引いていた。セイシエナのカタリナを見習い、彼女は秘密の苦行の一つとして、週に3度の断食をしていた。彼女は家族と友人の反対を押し切り、髪を切り落とした。両親の非難から、ローサは、故障とアルカリ液で顔を見にくくするため傷つけた。 ローサは美しく他者を助けるために自分を傷つけたことからとても体の具合が悪くなった。ローサは原始、典型、典型、そして声を彼女の両親が残悔のしきたりを以前以上に嘆き悲しむよう話し始めた。多くの時間が日々彼女が受け取る神聖な七聖霊天を瞑想することに費やされた。彼女は結婚してほしいという両親の願いに反して 定説を守ることに決めた。彼女の成人伝は、責めさえなまれる苦しみの心と、精神の寂しさが、しばしば彼女を、さらなる難業苦行に借り立てていたと強調している。日々の断食は、食事からの精進を絶え間なくしていた。彼女の毎日は、事前行為と生産活動に占められていた。老卒は周囲にいる病人や、空腹の人々を助けた。 彼女は自宅へ彼らを連れて行ったり、世話をした。ローザは自分の成功な縫い物や育てた美しい花を売り、それらを家族を助けるために市場へ持って行った。彼女の繊細なレースと刺繍は家計を助け、夜は祈りを捧げ、ローザの建てた小さなホラー穴で苦行した。彼女は神聖な七精霊店で訪問するためだけにホラー穴に陰遁するようになった。 1597年、彼女は献身でローサという名をもらった。12歳の時にドミニコ会に引かれ、1602年に持参金なしでドミニコ会の修道院へ入ることを許された。彼女は習慣を身につけ、永久の定説を近い修道会へ入った。その後彼女は過酷さと英雄的な苦行の種類を増し、定期的に鉄製の病が打たれた冠をかぶり、バラで身を隠し、 ウエストに鉄製の鎖を巻いた。食事なしに日々を過ごし、苦い薬草の混じったひどく苦いものを飲んだ。彼女がもはや立っていられない時、彼女は自分で砕いたガラス、石、陶器の破片や針の寝床をこしらえ、その上に座り直した。横たわることは恐怖でおののくことと考えていたのである。休むことなしに14年間の自己犠牲を続け、31歳で、 亡くなるまで、甲骨の枝たりを持った。彼女の葬儀には、リマ中のすべての公の人々が出席し、大司教は、聖堂内で、彼女の賛辞を述べた。1667年、ローマ教皇クレメンス旧姓により、列服され、1671年に、クレメンス十世により最初のアメリカ大陸の聖人として、劣勢された。友人マルティンデ・ポーレス。 アロンソ・アバドラがリマのサントドミンゴ修道院内に彼女の礼拝堂を建てた。カトリック教会は彼女の死によって多くの奇跡が起きたと認定している。新世界におけるサンタローザという地名はこの聖人を強くするものである。ベネディクト16世はこの聖人に特別な献身を捧げた。彼女の天礼用の祝日は8月30日である。なぜなら、 ローサの起点日である8月24日は12使徒の一人、バルトロメオの祝日でもあるからだ。現在、ペルーを除く、他のラテンアメリカ諸国では8月23日を、天礼の祝日と記録しているが、ペルーの国民の祝日では、伝統的な8月30日のままである。ありがとうございます。